シュタールヘルムをかぶり、入隊戦正式に臨むドイツ陸軍の新兵たち、ドイツ軍のヘルメットは、20世紀以降ドイツ軍で使用された戦闘用ヘルメットについて述べる。一般的に、プロイセン王国時代から第一次世界大戦頃まで汎用されたピッケルハウベイト、その後導入され、第二次世界大戦後まで広く使用されたシュタールヘルムが有名で、共に、 各時代のドイツ軍やドイツ兵の象徴とされている。他国ではこの二つの言葉はドイツ語の言語のままドイツ軍のヘルメットを指す固有名詞として用いられている。帝政ドイツでは建国以来陸軍のヘルメットはピッケルハウベが用いられてきた。第一次世界大戦の頃にはピッケルハウベには 連帯番号を付したカバーをかけるようになっていたが、残号戦で、革製のピッケルハウベでは、砲弾の破片などから頭部を守ることができず、頭頂部の金属製スパイクが、遠距離からも目立って、狙撃の標的になりやすいなど、近代戦の戦場に著しく、不向きであることが判明した。ドイツ帝国軍は、新型の鉄製ヘルメットの開発に着手し、 1916年に、いわゆるシュタールヘルムが完成した直後から、急速に、ピッケルハウベを更新していった。シュタルヘルムというドイツ語の単語は、に相当し、鉄製の軍用ヘルメット一般の意味である。1916年型に続くバリエーションとして、無線や、電話の受話器を耳に当てやすいよう、縁の両側面に、 半円形の切り欠きを追加した1918年型が導入された。同じ1918年には、それまで単色で塗られていたシュタールヘルムに、迷彩塗装を施すよう指令が出された。シュタールヘルムはその形状が類似していたことから、石炭バケツとも通称された。陸軍のデカールが貼られた1935年型。 シュタールヘルム第一次世界大戦後の国軍において、ピッケルハウベ型は廃止され、シュタールヘルム型が正式となり、1933年、ナチスの政権獲得を挟んで、再軍備宣言がなされた1935年以降の国防軍、また武装親衛隊においても引き続き採用された。再軍備宣言がなされた。 数ヶ月後に採用された M35 鉄棒は、いわば軽量型と言えるもので、それ以前の第一次大戦型スタールヘルムに比べて、周囲のひさし、襟周りを中心に若干小型化されており、これが第二次世界大戦中のドイツ軍シュタールヘルムの標準形状となった。1935年型は空気穴がヘルメット本体と別パーツになっているが、 40年型以降は一体化されてプレス加工になった。また材質がモリブ電工からマンガンガシリコン工に変更された。ついで1942年7月6日にはさらなる工程の簡素化が行われ、これまでヘルメットの円が中に折り曲げられていたのが円を少しだけ外側に反らすだけの1942年型が生産された。また、 1938年に開発された高架両兵のヘルメットは、高架作戦時にあちこちに引っかかる危険性を少なくするため、標準型のシュタールヘルム型に比べて、ひさしとガは後部の裾を短く切り取ったような形状をしていた。また、あご紐も棒体と3点で連結したものに変更され、動揺しにくいよう配慮されていた。戦争後半、 特に生産力が損なわれた末期のドイツ軍は、各種兵器の簡略化に取り組んでいた。ヘルメットも、例外ではなく、1944年頃、これまでのシュタールヘルム型の、頭頂部とひさし及び側、後部の間にあった屈曲をフラットにした、全体として扁平な円錐形のヘルメットが、開発され、ドイツ国特許番号70万6467、も取得した。 このヘルメットは、従来のシュタールヘルム型より、加工工数が低減され、被弾形視の面で改善されていたが、採用はされなかった。一説には、東ドイツの国家人民軍で採用されたヘルメットに、影響を与えたと言われる。国防軍と武装死に衛隊では、それぞれ貼り付けるデカールが異なり、陸軍は左側に、陸軍は師匠、右側に、 国防軍共通の黒白赤の国家色のデカールを貼り付けた。海軍は左側に和師匠。空軍は左側に空軍和師匠。武装親衛隊は左側にナチトウ右側に SS のルーン文字のデカールを入れた。ただし戦場では、これが目立ち、明細効果上問題があったため。 国家職とナチ党タのデカールは1940年3月、和師匠と SS のデカールは1943年8月に廃止となった。第二次世界大戦後、西ドイツで編成されたドイツ連邦軍は、ナチス時代の国防軍との決別、差別化を図るために当初は、アメリカ製 M1 ヘルメット。 1956年にはこれを原型とした M56 型ヘルメットを採用した。M1 がスチールシェルと内装付きライナーを重ねる構造を持つのに対し、M56 では従来のシュタールヘルムと同様に内装を直接スチールシェルへ取り付ける方式が採用され、いわば米独接中の構造であった。1980年代以降、 アメリカ軍がシュタールヘルムの形状に似たパスグッドヘルメット、通称フリッツヘルメットを採用し、その後各国が同タイプのヘルメットの導入を進めたが、ドイツ連邦軍はナチス時代を連想させることからしばらく採用は見送られてきた。その後東西統一を挟んで1990年代に入り、連邦軍でも同タイプのアラミド製ヘルメットである。 ジフェクチェルム M92 の採用に踏み切った。製造はドイツとスペインの業者によって行われた。2015年になるとスペイン企業の製品について内装を固定するボルトの強度が不足していることが発覚して同社が1992年以降に製造、納入した製品のすべてが回収されることとなった。このまも西ドイツでは連邦国境警備隊や 消防士、民間の防空救護団体などが、シュタールヘルム型のヘルメットを使用していた。また、連邦警察の特殊部隊、GSG-9 では、第二次大戦中の高下両兵のヘルメットに似たものが、使用された。一方、東ドイツの国家人民軍の軍服や装備は、ドイツ連邦軍よりも、国防軍との連続性が強かった。 国家人民軍正式の M56 ヘルメットは1944年に開発したが採用されなかった国防軍のシュタールヘルムを元にしていると言われている。これは側面をよりなだらかに山形に傾斜させることで被弾形視を向上させている反面頭にフィットしにくく着用者の頭から少し浮き上がった形をしている。そのため 残号へ飛び込むなどの激しい動きをした際に縁を引っ掛けやすく首の負傷につながる恐れがあった。対策として強い力が加わるとヘルメット本体と内装を結合している樹脂ピンが自動的に外れるよう設計された。分離した本体と内装は簡単に再組み付けができた。以下、それぞれの国に最初に導入された時代順に述べ、最後に 第二次大戦後の動きを外括する。ありがとうございます。